はい、皆さんこんにちは、モックスです。私、年始に、キッザニアに行ってきました。今、豊洲にあるんですけど、まあ、ぜひこれでキッザニア行く人たちに、まあ、使ってほしいなっていうアプリを今日ご紹介したいなと思います。そもそもキッザニア知ってます？キッザニアは聞いたことあります。子供たちがなんか体験するやつ。そう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 、世界中にあってメキシコ発らしいんだけど、お仕事を体験してお金をもらって、お仕事ってどういうことするのかなっていうのを子供たちが体験する施設になってます。小学生が中心ですかね。行ったらそのお仕事っていうのをまず予約するんですよ。ジョブスケジュールっていうのがあって、でその予約したお仕事をこうスケジューリングして、で実際に働いてお金をもらって、そのお金で何か買ったりするんですよ。でこの体験の中ですごく大事なのが、このお仕事を体験するっていうところなんだけど、このジョブスケジュールの組み立て方っていうのが非常にね重要なんですよ。お仕事っていうのも一定の受付人数って決まってて、だから超人気のやつはもう最初に入った時点で終わっちゃうわけ。どれが空いててどれが受け付けられないかっていうのを見るのがこのアプリなわけです。一応このアプリでチケット買ったりとかもできるんだけど、基本的に向こうで使うのはこの空き状況っていうのを探すところだけで、ここをもう見て今空いてる仕事を徹底的に探すわけ。一応これの使い方なんですけど、ちょっとこの後ね動画で紹介するんですが、現地に行ったらこの空き状況パスコードっていうのを入れるんですよ。4桁の数字で、これを入れることで今どの仕事がすぐ入れるか、これが見れるようになってます。このパスコードは現地に行ったらもらえるコード、はい、そう、現地にね、でっかいスクリーンがいっぱいあるみたいなところ、はい、でそこに今空いてる今受付中の仕事っていうのがバーッと出てくるわけ、はい、でその下にパスコードが入る。なるほど、うん、じゃあそれを入れるとここで全てが見れる。そうなんだ。なるほど、まあちょっと実際にその現地に行ってきた様子をご紹介したいなと思いますので、 VTR スタート。今朝の6時40分です。おはようございます。今日はこれから年始早々キッザニアに行きたいと思います。キッザニアに到着しました。いよいよこれからアプリを紹介していきたいと思います。まずキッザニアに到着したらお仕事スケジュールボードを見に行きましょう。そしてこちらのボードを見ていただくと、下にパスコードがあります。このパスコードをアプリに入れていただくと、今受付ができるアクティビティが見れるようになりますよ。空きのあるアクティビティを見つけたらお仕事の予約を行いましょう。この場合だと9時40分の回が受付可能です。なるべく空き時間を作らずに効率よく回っていくことがおすすめです。必ず時間をチェックしてみてくださいね。はい、というわけで動画いかがだったでしょうか。実際にそのスケジュールを立てて効率よく回るっていうのがなかなか難しいんですね。でその時にアプリすごく大事なんで使ってみてほしいです。お仕事の予約っていうのは1本予約取ってたらもう1個は取れないのでね、うまく回ってください。7本か8本いけると最高らしいんで。40歳の男性が1人でいけません。行っても体験できません。あ、そうなんです。子供だけなんです、ね、子供しか体験できません。子供が体験してるときって親はどうしてるんですか、うん、見てんのよ、写真撮って。あ、なるほど、見れるんですね。そう、でもそのなんか預けてお仕事してる間ちょっとお茶しててもいいんだけど、大体30分から40分ぐらいの空きができる。あ、なるほど。まだ唯一の休憩タイム。ここで終わった後の。じゃあ、いかがだったでしょうか。また来週も見てください。バイバーイ。